はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。メスガキ大好きおじさんです。さあ本日なんですが、メスガキデッキ作ってきたんでご紹介していこうかなというふうに思っております。メスガキと言われてるなんかこれバカにしてるわけじゃないですかね。愛を込めてメスガキと呼んでるんですけれども、ウィッチクラフトマスターベール、まあ要はウィッチクラフトデッキですね。はい、今日組んできたのはウィッチクラフトデッキすげえ楽しいわ。うん、何が楽しいかっていうと、結構ね、なんだろうな、ミッドレンジ系っていうの、なんかそのワンキルとかはそんなに取らなくて、割とその相手の動きを制圧していくような動き方するんで、結構遊戯王してる感じがあるんですよね、このデッキね。はい、なので、まあ、その辺のその、なんかその、まあ、ワンキルするされる、制圧するされるみたいな、まあ、そういうゲームに飽き飽きしてる方にはですね、ぜひね、ウィッチクラフトデッキ、ちょっと組んでいただければなというふうに思ってるんですけども、ウィッチクラフトモンスターっていうのはどういう効果を持ってるかっていうと、基本的に自分を、まあ、変身させることができる。手札から魔法カードを1枚捨てると、デッキから、ウィッチクラフト、その自身以外のウィッチクラフトを特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですよね、全員ね、下級モンスターは。なのでこの下級モンスターたちのこの効果を使って、まあ、ウィッチクラフトハイネとかウィッチクラフトマスターベールを出して制圧したり破壊したりして、まあ、戦っていくっていうデッキになるんですけども、まず、やっぱ強いモンスターは、マスターベールですね、これ。はい。手札から魔法カードを1枚捨てると、相手フィールド上の元が表示のモンスターの効果全部無効にするよっていう効果。対象取れません。で、ハイネちゃん。これ可愛いんだよね、これハイネちゃんね、これね。イラストアドがもうなんか、高すぎて、完全にティア1って感じなんだけど、これは手札から魔法カードを捨てると、相手のフィールド上の、ま、表が表示のカードを何でも破壊できるよっていう。で、この効果相手で何でも発動できるよっていう誘発封じ効果ってやつですね。はい。これ最強。だからまあ、目標としては、まあ、ハイネとマスターベル両方並べるっていうのが、まあ、一番強いかなっていう感じですね。で、ゴーレムアルルちゃんも、まあ、非常に可愛いんだけども、まあ、このモンスターは、手札に存在していて、自分のフィールド上の魔法使いモンスターが効果の対象になった時か、または攻撃対象になった時に、こいつを特殊召喚、相手フィールド上のカード1枚か、自分の持ちの1枚と魔法カードを対象に取って、このカードを特殊召喚しながら、そのカードを持ち主の手札に戻すよっていう。まあ、要は相手のカードをバウンスしたりしながら、出てくることができるよっていうモンスターですね。はい、これ非常に強い。でですね、まあ、これのモンスターたちを立てていくのにプラスして、ちょっとウィッチクラフトだけだと、若干弱くてですね、その、まあ、もちろんハイネは強いですし、マサベルも強いですし、まあ、ゴレアルも強いですし、可愛いんですけど、さすがに、そのアタッカーとしての性能がちょっと若干弱いんですよね。まあ、マサベルの効果を使えば一応、打点は上がりますけれども、まあ、マサベル自身がそこまで、その、攻撃に参加することはあんまないので、ちょっとですね、まあ、難しくて、で、アタッカーが欲しかったんですよね。で、アタッカーを用意するためには何がいるかっていうと、やっぱりですね、このね、アレイスターさんっていうね、これ相性がいいんだよね。ウィッチクラフトって属性がばらけてるんです、結構。例えば、シュミットだったら炎とか、まあ、ジェニーだったら風とか、結構属性ばらけてるんですよね。で、こいつ闇だし、こいつ光だしみたいな感じで。なので、アレイスターと非常に相性がいい。まあ、召喚権が被るから、そこだけ相性悪いですけど、まあ今回は召喚権をウィッチクラフトに割かずとも展開する、方法をいくつか用意しておりまして、まずですね、これデッキ50枚になってるんですよ。これなんでかっていうと、芝刈りをしたいからです。60枚にするとちょっと事故るんだよね、さすがに。なんかその、魔法、このデッキって要はウィッチクラフトモンスターと魔法カードをバランスよく引いてほしいんですよ。で、しかもモンスターはそんなに多くなくていい。魔法カードをいっぱい欲しいみたいなデッキなんで、多くしすぎるとなんかバランスがおかしくなってなんか変な感じになるから、50枚くらいにすると結構いい感じになるかなっていう、そういう感じですね。で、芝刈りと、あとこれ、名推理。この辺のカードを使って、墓地に魔法カードを貯めながら、まあ、モンスターを展開していくっていうことができるようになってます。名推理とかはね、特に、相手は1から12までの2位のレベルを宣言して通常召喚可能なモンスターが出るまで、自分のデッキの上からカードをめくると。これ結構エルドリッチとかに入ってるカードなんですけども、エルドリッチかなと思って意外とね、高レベルの、レベル10とかこういうの宣言してくると意外となんかそのレベル4ぐらいのシュミット出てきて召喚権使わずにウィッチクラフト展開できる、やったーみたいなことができるんですよね。で、この辺のカードたちを使って召喚権を使わずに展開していくことがワンチャンできるんで入ってるんですけれども、これなんで芝刈りとかメイスリーが相性いいかっていうと、ウィッチクラフト魔法っていうのは墓地から帰ってくるわけですよ。このカードが墓地で存在する限り、自分のフィールドにウィッチクラフトがいれば、自分のエンドフェーズに手札に加えるっていう効果を大体ついてるんですよ、ウィッチクラフト魔法っていうのは。すべてのカードにおいて。はい。
これバイストリートとかは、まあ、発動するっていうあの効果になっちゃうんですけど、基本的に返ってくるんですよ。墓地から魔法カードが返ってきます。無限魔法カード供給期間となるわけですよ、ウィッチクラスがいれば場に。なので、まあ、これをね狙っていって、もうひたすらになんか墓地に魔法カードを叩き落として、で墓地から魔法カードをめっちゃ回収するっていうねギミックですね。はい、でこれを入れました。でまあちょっとふざけたカードが一枚入ってるんですけど、これメスガキ粉砕機っていうギミックで、これデュエルリンクスの時やりましたけど、手札の魔法カードを捨てると相手ラフに500ダメージっていう、これふざけたカードを使うと意外とそのなんかめっちゃダメージ入ることがあるんですよね。でしかも結局戻ってくるんで魔法カードは、だからまあちょっと相性いいかなと思って入れてます。ただ入れすぎると絶対事故るんで、まあ1枚くらいでいいかなっていう、これおふざけ要素で、一応ですね、うららがきついですこのデッキ。一応人ってその発動のコースとして自分をリリースしちゃうんですよ。自分相手のメインフェーズこのカードをリリースして手札から魔法カードを1枚捨てると、デッキからウィッチクラフトシュミッタ以外のウィッチクラフトモンスター1体特殊化するとかっていう効果なんだけど、これうららめっちゃきついんですよね。そのモンスターいなくなるんでフィールド上に、だから、まあ、ちょっとさすがに墓穴とかは入れた方がいいかなっていう感じ。まあ基本的にはエンジョイデッキなんで、誘発は積みたくないんですけど、うららめっちゃきついから一応墓穴くらいは積ましてっていう。で、引けちゃって一つずつは相手の盤面をね返すためにはちょっとさすがにいるかなと思って、これ3積みしてますという感じですね。あとはまあギミック的な召喚獣のギミックが入ってまして、まあカリギュラとか、まあ、ライディーン、これ月の人のアイゾモンスターね、ライディーンとか、プルカトリオ、これ貫通全員攻撃おじさん、それから、アウゴエイデス、これちょっと若干その召喚条件難しいけど、このカードが特殊召喚成功した場合、相手フィールド上にモンスターがその特殊召喚された場合は、相手フィールド上のモンスター相手を破壊できるよ、まあ、要は、相手のモンスターを破壊できるモンスターですね、はい、と1対2と自分の墓地から融合モンスターを除外すると打点がアップするよっていう、まあ、こういう効果持ってるんで、まあ、これとあと、最強モンスターメルカバー、これはまあ神の摂理、まあ、摂理よりも強いか、無効にして除外するから、まあ、摂理より強いんだけど、メルカバーをまあガン積みして、まあ、この辺のモンスターをアタッカーにして運用していく、でウィッチクラフトで制圧していくみたいな感じのギミックになっております。でアレイスター入ってるんで、アレイスター1体から今すごいよね、現代遊戯王はアレイスター1体で属性をなんかすごいいっぱい用意できるっていう、リンク召喚があるからアレイスター召喚して、でアレイスター1体でアルミラージ出して、でアルミラージ1体で、セキュアガードなど出せばもういや墓地にね、墓地というか墓地とフィールドに、炎属性と光属性が揃いますんで、もう即座にね召喚マジ打ってプルガトリオとかメルカバー出せると、素晴らしいですね本当にこのギミックは。というわけで早速ですね、ウィッチクラフト召喚獣粉砕機デッキのね実力を皆さんにお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ究極のオタクデッキをお見舞いしていくぜ。究極のオタクデッキ、そうウィッチクラフト。強欲でどんなやつも、やべえ強えな、おい何も止めるもんねえぞ、おいしばかり取るか、芝刈り通る、ちょ芝刈りってことから教えて、芝刈りマジで裏で止めまくられるからね。モンスターゲートから入った方がいいのかなこれ。いやでも芝刈り通った時のリターンがでかすぎて、マグネットウォーリアー、おいいね、マグネットウォーリアーいいね、マグネットウォーリアーはいいね、オッケー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 。リンクス対決じゃん。ウィッチクラフトもねデュエルリンクスでは一撃完強したからね、今どうか知りませんけど、やっぱねウィッチクラフトってね、やっぱねイラストがめっちゃなんか可愛いじゃないですか。だから結構オタクに人気っていうのがありまして、まあ僕みたいなオタクにね結構好かれてるらしいですね。はい、まあ、一回ちょっとテラフォーミングから入るか、テラフォーミング入ってちょっと一回見ます、なんかカードのこれリンクスミン特有の癖で砂受けチェックするときにセットしてから使うっていうね通常魔法をまあ意味ないんだけど、砂受けがないからこのゲームほんでさあどうする、おっと通るか、なるほど暴走魔法陣も通る、通んのかな、じゃあ暴走魔法陣も一応発動してみよう。これ裏なら止めるでしょ、これ止めるってこう教科書に書いてあるよ、これ発動されたら教科書にこのカードは発動されたら止めた方がいいですって書いてあった教科書に。どう、これは必修科目神戦、おおなるほどね、オッケーオッケー、いいだろ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 、神戦はいいだろ、うららはねえのかな、神戦はいい、その伏せ方はとりあえずじゃあこれ芝が出るっていいか、芝を買っていこう、通りますか、これも通んない、これも通んない、通るなるほど、あんま落ち強くないけど、まあでもシュミット欲しいからまあ合格点か、あやべ粉砕機いった、
粉砕機いったか粉砕機マジでいらないんですけどね、粉砕機マジでいらんけど、まあ、一回アレイスター召喚するか、アレイスター一回召喚した、名水入り、名水入りする前に一回召喚魔術を一回ね回収して、あ、ひとしずくもあるのね、なるほどね、強いね、なるほど強いね、まあ名水入り2発打ってなんとかしましょう。これに関してはなんとかしてウィッチクラフトモンスターを出せれば、まあ多分ね耐えるので、ウィッチクラフトモンスターを出せるような動きをしていけばいい。なんだっけ、シュミッタか、シュミッタはいいよ、名水流発動で、いやこれ外してほしいな、外してほしいな、外してほしい、なんか4とかやめて、なんか8とかにしとこ、8とか、おすすめは15レベル4、よしよしじゃねえ、やめろシュミッタやめろ、シュミッタやめろ、シュミッタやめて、シュミッタやめて、あ、サボタージュ落ちたらいいね、よーしよ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 し、でかい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 、これはでかい、これはでかい、じゃあね、もう一発撃っていいと思うんだよね、一回圧縮してからでもいいけど、まあでももう一発撃っちゃっていいかな、もう一発撃っちゃいましょうか、とりあえずひたすらに名推理していこう、推理しかしねえハンド結構強かった、さあ推理していく、いいよ、いいよ、くない、よくない、よくないね、よくないね、やるね、まあとりあえずシュミッタの効果を発動して、でシュミッタちゃんの効果で好きなウィッチクラフト魔法トラップカードを1枚墓地に送ることができるので、ですね、あ、モンスターも送れるのか、ウィッチクラフトカードだったら送れるんで、どれがないですか、あー、これバイストリートがいいですかね、バイストリートで破壊耐性つけといたら、まあ、磁石デッキは結構破壊が結構ね多いので割と破壊耐性きついんじゃないかなっていう、破壊耐性1回持ちの守備力2800がさすがに強いと思うんだよな、分かったわ、分かったわ、分かった、ひらめいた、これはウィッチクラフトジェニーを使ってモンスターをもう一個横に並べとく説ある、これこうして、はい、でサボタージュでウィッチクラフトシュミッターを特殊召喚していこう、はい、でぶん殴りに行くっていうね、これでどう、これ変身してモンスターが減るから、これモンスターが減って相手的には結構辛いっていうね、1800のやつは出てこないので、まあ高くてもあれ、あ、でも1800守備いるか、一応通常モンスターが、これアルビラージになってきたのか、一応か、これ一応こうか、一応あれだな、アルミラージからの、なんかなんだっけ、あの光属性の人、名前ちょっと忘れちゃった名前、あの人出しとこう、名前がね、ちょっとリンクモンスターは覚えきませんね、はい、何でしたっけこの人、セキュリティ、セキュアガードナー、セキュアガードナー出して光属性を稼いでおきましょう、はい、ほい、アルミラージュのまんまでもよかったかもしれない、まあいいや、でセキュアガードナー、はい、でバトルフェーズ入って、はい、で変身する、フッチ、見ててください、一条さん見ててください、俺の変身、テレテテテレテテテレテでですね、これで何枚返ってくるんだ俺、これウィッチクラフト魔法ドラ魔法カード、嘘、そんなバカな、くっそ、あいつやるな、一応グレーションの効果発動、いやでも一応マスターベーション、マスターベーションじゃない、マスターベール残ったからなんとか耐えた、いやーマジか、そんなカード入ってんのか、スクロールってなんだっけ、あー戦闘開始したらワンドローンのやつか、はい、オッケー、いやまあ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 、まあ、悪くはない、でも、まあ、言うて相手も3枚、相手も手札は3枚、拮抗勝負つら、うわ裏面出た、めっちゃもろ裏面出たわ、展開したのやるな、なかなか相手にとって不足はないぜ、死者蘇生、死者蘇生、何を蘇生するんだ、ああデルタか、まあ、相手もハンド結構辛そうだな、デルタ蘇生してるようでは多分弱いからな、だいぶな、でデルタの効果で墓地を送るってことか、なるほど、まあ、これは止める必要ないね、いいよ、
やばいモンスター出てきたところに止めばいいから。一番やばいのはそれもそんなにやばくないな。一番やばいのはマグネットフィールドっていうカードなんですけど、まあ、それは別に無効にすれば破壊されないんでそんなに痛くないですね。でセット、なるほど、エンド、なるほどね、まあ、こっちもこっちで意外と辛いっちゃ辛いんだけど、あれ破壊されるとなんかアルファベータが戻ってきちゃうから、ちょそれめんどくさいんだよな。バウンスとかあんまないんですよねこのデッキ。まあ一応メルカバーがいるんですけど、ちょっとどっか行ってるんで、メルカバーくん、ちょメルカバーくん仕事してもらっていいですか。まあとりあえずピットレーを召喚するのは確定か。とりあえずこの女を出して、でぶん殴りに行こう一回。でベルセリオンをぶん殴るとやばいこと起きるから、ベルセリオンは一旦ほっといて、このなんかデルタとかいうようわからんモンスターをぶん殴っていくしかない。はい、なんかある？ないね。でダメージ計算時で魔法カードを2枚ほど相手に見せつけることによって、このピットロちゃんの攻撃力を2000ポイントもアップさせることができる。バゴーン、よし。で効果によってカードを1枚ドローさせてもらうぜ。よし、あー弱えドローが弱え、ドローがとにかく弱え。バウンスするしょうねえな。メイン2どうしよっかな。変身取得説あるな、変身取得説ある。俺一回入れちゃう、なっとこう入れちゃう。まあ、ちょっとまた拮抗勝負だけやめて。これどうせ帰ってくるからこれでもいいけど、まあ、どれでもいい、これでいいか。でウィッチカストモンスターデッキからリクルートっていう効果ですけど、なんかあります？名前ですね。もう拮抗勝負ねえか、もうバトルフェーズ終了したら終わった。でウィッチクラフトハイネ特殊、はい。でハイネ特殊して相手の妨害を、相手のターンの妨害を増やしていく。でまあやることあんまねえな。ピットレも効果使っとくか、一応ピットレ効果使っといて、で魔法カードを捨ててワンドローして帰ってきてだな。でベルセリオンはなんか破壊すると、あ、まあまあまあなんでもいいな、なんでもいいけど、これちょっとハイネ後で戻すから、これこうしとくか、こうしといて、でサボタージュの対象もなるし、で一応セットして、でこれでエンドなんじゃない。これで相手ターンの妨害は一応2妨害、効果無効と破壊あるんで、だいぶ強いですけどね。ベルセリオンはこのモンスターたち殴れませんしね、まあ、殴ってきて展開してくる可能性あるけどね。まあいいや、さあどうする、お前のターンだぜ。さあウィッチガストクリエーションの効果、めちゃくちゃカードが戻ってくるぜ。さあお帰りなさいませご主人様っつって、マグネットコンバージョン、何何ちょっと強いカードだな、やばいぞ。あのカードは墓地のマグネットウォーリアーを回収し、さらに墓地に存在している場合、除外されているマグネットウォーリアーモンスターを1体特殊召喚できるっていう効果を持っている。1枚で2回も仕事する最強カード。ちなみにあれで墓地のマグネットウォーリアーをめっちゃ回収して、最終戦争のコストにするっていう、なんかゴミみたいなデッキを作ったことがあるぜ俺は懐かしいな。なんか芝刈り打って、でなんかマグネットウォーリアーを墓地からのマグネットコンバージョンで回収して、で最終戦争を打つってなんかカスみたいなデッキを作ったことがあります。はいまあでも割と強いですねこれ。ハンド的には、1枚破壊、表側表示のカードを何でも破壊できるっていう効果と、あ、え、それさ除外ゾーンから戻したらさ、え、ベルセリオンってさあれですよね、アルファベータガンマを必ず特殊召喚しないといけないですよね。だからこれ、え、もうこれ破壊したらいいんじゃん、あともう。じゃあこれはいいか、ちょっと後でいいや。はい、ベータね。でベータ特殊召喚成功時効果で何かが出てくる、あーサーチ入る、まあ、それはいいんじゃない。なんかこれあといつ破壊しちゃってベルセリオンのリクルート効果入らないもんね、除外ゾーンからね。大丈夫、磁石デッキをね、デュエルリンクスっていうクソゲーで死ぬほど戦ってきたんで、どんな効果があるかは大体分かってます結構ね、 OCG 降りテーマは分かんないですけど、結構まあ、このデッキはどんな動きするか大体分かってるはずだから、大体なんとかなる。まあ、もうこれはもう取っちゃうまであるけどな。これ、まあ、これは通すか、別に特殊召喚したところで何も起きなければ別にそのかけない、まあ、ここは一回ベルセリオンだけは破壊しておこう。で、まあ何でもいいな。ほいひょい。さあお前の表側表示のカードを1枚ぶっ破させてもらうぜ。ハイ
ちゃんってこんな可愛いのにさ、なんでこんなに暴力的な方を持ってるんだろうね。ハイメちゃんなんかこんな可愛いのになんでこんな暴力的な効果を持っているんだ。なんか手札に戻すくらいにしといてくれればと、なんかひたすらに表側のカードをフリーチェーンで破壊してるっていうのが超暴力的な効果を持ってるんですよね。効果のね、なんだろう、その雰囲気がちょっと若干気に食わないですね。さあリバイエール、なるほど、リバイエールこれ止めちゃえばいいんじゃね。あと手札一枚でしょ。いやこれ止めちゃえばいいと思うんだけどな。あと手札1枚、いやそんなもう大丈夫だろこれ止めちゃって。除外ゾーンから呼んでくるとかいう効果、ちょなんかもうめんどくせえな、もうちょっと止めよう。わったあったあった、もうちょっとじゃあわかったあった、うるさいうるさい、黙って、一回黙って、一旦黙ろう。まあどれでもこうか。でだな、ほんでだな、これで相手のモンスターが止まったから、手札1枚で展開できず終了する予定なんですよね。僕の頭の中ではこれで終了するはず。その手札何枚、ちょっと早かったこれもしかして。あ、何これ、アウス、あーはい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 、アウスくんね、なるほどね。でマグネットウォーリアーデルタの効果で、あえあ、ま、バルキリオンやばいか、え知れこれ俺。ちょっと待って、アウスの効果であれですよね、地属性モンスターがパクれるみたいな効果ありましたよね。えこれ死ぬ俺、これもしかして死にます、これもしかして早漏しました僕。これやばいやつですか、えちょっと待って、バトル危ねえ。危ねえ危ねえ、耐えたー耐えたー耐え耐えのみで、ウィッチクラフトパトローナスの効果を発動、パトローナスの効果によって、ね、除外または墓地のモンスターをデッキに戻し、そしてそのモンスターを戻したことにより、ウィッチクラフト魔法カードを1枚手札に加えることができる。これによってもちろんウィッチクラフト、まあサボタージュかなんかでいいですかね。で3枚のマジックカードを相手に見せつけることによって、このモンスターの打点はなんと5400となる。返り討ちだバカ誰か気合せろ。うわあ、よし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 、ふう、なかなかいい勝負だったぜ。シバカーリー通るかな。通りますね、シバカーリー、まあ、通んなくてもまあ一応デモンストレーションがいいか。シバカーリー通る、よし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 ですね、ピットレの効果は発動しましょう。ピットレの効果発動して余ってるんで、まあ発動したってもいいですね。で、あシュミッタ来た、なるほど、シュミッタ来たでかいな。でじゃあまあこれを墓地送ればいいのかな。デモンストレーションは使って2体並べられるもんね、これね。ですね、じゃあですね、まあとりあえずまあシュミッタ召喚する前にデモンストレーションか、どっちでもいいな、順番はどっちでもいい。まずはデモンストレーションを発動、手札よりウィッチクラフトモンスター1体を特殊召喚するという効果、これによってウィッチクラフトメスガキを特殊召喚、そしてウィッチクラフトシュミッターを召喚、アップアップガールズを召喚してカードを打ちます人で、タンシローでエンドフェイズ、墓地で存在するクリエーションの効果を発動、さらにサボタージュの効果も発動、さらにコラボレーションの効果も発動、さらにドレイピンクの効果も発動、さらに、あもうないわごめん。今4枚か、まあまあでもだいぶ強いですね。芝刈りとかいうカード宇宙だわ。ウィッチクラフトに芝刈りは必須カード、はい、UR ですけど皆さんぜひ生成しましょう。相手は何でいってる、マンジゴットだ、何マンの手を持つ男来た、あいやこれむずいな、これ雫は後でいいか、雫は後でいいな、出てきたモンスターなんか最悪やばいかと思ってもなんか雫ワンチャンあるから、まあウィッチクラフトマスターベールと、えこちらに3妨害なんですよね一応、あの雫と、まあ、マスターベーション、間違えた、マスターベールと
シュビッタが出てくる、ハイネで、まあ、一応妨害数的には3妨害あるんで、あーあやべ、ハイネになっとくの忘れたハイネになっとくの忘れたけど、これ間に合ってねー、ですね、まあ、とりあえず、まあ、これしょうがないですね。これは青眼ですね、つまりブルーアイズってことですね。はい、これは完全にプレミしました。本当に申し訳ございません。まあ、相手が動い、まあ、でもチェーンするの一番強いですけどね。シュミッタの変身は相手の除去にチェーンするのが一番強いんで、まあ、一概にミスとは言えないということにしておこうということにしておこう。まあ、月の書とかそういうなんかそのあとなんだ、ライストとかにチェーンして変身するのが一番強いんで、カオスフォーム、なるほどな、いいだろう。さ、カオスフォームの効果により手札またはフィールド上に存在するブルーアイズホワイトドラゴンを、おっと、あ、手札意外と事故ってんのそれ。じゃあはい、ブルーアイズ一体でブルーアイズカオスマックスドラゴンを特殊召喚していく。ブルーアイズカオスマックスは対象に取れず効果で破壊されない。だがしかし俺のフィールド上には対象に取らず効果を無効にするカード、そして対象に取らず効果を無効にするカードが持っているぜ対象に取らず効果を無効にするカードがなんと2枚もあるぜ。お前はもう終わりだ。お前、おい、まさかお前バトルフェーズ入ってくるんじゃねえだろうな。お前ウィッチガードマスターベルのとこ読め、効果読め、テキスト読め、聖眼使い、バカ誰が聖眼使い効果読め、ブルーアイズ使い、マジでさ頭悪いからさ、大体テキスト読まねえんだよ、大体突っ込んでいくんだ、大体こうやって、ちょほんとさ、人のカードのテキスト読もう、遊戯王ってまずさ相手のカードを把握するところから始まるから、ブルーアイズくんここで一句読みます。聖眼使いテキストを全く読む気なし、字余り龍でした。合金ね、いいよ、許して差し上げよう、はい、許しては差し上げよう、あ、いや、え、ちょっと待って、ちょっと待って結界像ビートだ、出た、結界像ビートだ、やばい、結界像ビートはやばい、やばい、このカードがフィードジェンスとなる限りお互いに水属性モンスター以外のモンスターを特殊召喚できないピットで渡せるんですか。じゃあピットでちゃん確か水属性なんですよね、呼吸と入ってねー、俺やべえ、どうしようマジやべえ、マジやべえこと起きてんな、え、どうしよう、終わったか、テラフォーミング発動するが、そのカードはなんだ、マジで何もできないぞ、何一つモンスターを出せない気がする、魔法陣、いや、まあ、あいつをなんとかして、ドレーピングで魔法カードをしょっていくしかないか、ドレーピングで魔法カードをしょって、で魔法カードをしょっていって、打点を下げてぶん殴りに行くしかないねちょっと待って特殊召喚せずに4000打点出せて結構辛いよ。まあ一応羽入ってっけど、なんこれピットでしか出せねえんだよな、これピットで出してなんか起きるか、まあ、一応効果発動できるけど水属性しか出せねえからピットでしか出せないんだよこれこれやばくね、え、待って、マジでやべえこと起きる、ウィッチクラフトピットレを特殊化していく、まあ要はモンスターをなんか3体くらいウィッチクラフトモンスター並べて、でドレーピングを打つしかないってことね、今のところは。ちょ、羽引かねえから、まあ、羽儲けあったら一発なんですよね、多分羽儲けあったらウィッチクラフトシュミッター、まあ普通にアレイスターでも相性いるわ、なんならで、ウィッチクラフトサボターでしょ、でですね、まあこれマジでやることないんでエンドですねマジでやることないんでエンドはある、アームズコールやばいよ、やばい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 、なんだその謎のそんな方、なそれ孤独の剣知らねえよ、なんだそれ、バイナル、やば、打点バイナルって書いてると、やばいんじゃねえかこれ、かなりやべえぞ、ちょ無理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 何このデッキやばいって、バカなんじゃないの
いや全然勝てねえ。